皆さんこんにちは。こんにちは。ウームさんがリリースしているアプリトラップトリップ、死にゲーだと思います。で、死にゲーといえばコスケだと思うんで、コスケを連れてきました。クリアしちゃうか。クリアしちゃう。クリアしちゃうか。どれぐらいかかるの、クリアすんの。もしかして3分ですかね。えカップラーメン作ってりゃクリアしてるじゃないですか。そんなわけないだろう。はい。ただちょっとクリア目指そうぜ。先行でやりたい、後行でやりたい、どっちでもいいよ。先行でやります。おお。音はいらないの。いや、大丈夫です。もう音とかね、そういう関係ないの。ハンデです、ハンデです。音とか大丈夫です、僕は。じゃあ私だけちょっとこの、OK、なんすか、まずこれ、このすごい楽しい音楽を私だけ聞かせていただこう。ジャパン、超いい音楽だ。素晴らしい音楽だ。さすがウムさんだ。さすがウムさん、ウムさん。富士山？ん？え？冒険するじゃない？右上の。これか。おお、また顔写真入れれるらしいね。一回バツして。はい。で戻って、はい。そういうことね。キャラクターがいるのね。はい。顔写真。撮って撮って。何そんな格好つけてんの？ん？こんな顔じゃダメですか？これでいいんじゃない？これでいいのかな？おお、よし、これで。これでいこう、これでいこう。これ。なんか俺でもいいの、これ。毎回変えれるのか。え、これジャンプは？これか。すっげえ自分の顔振動してるし。死にゲーじゃないのか、これ。これは何？踏んだらどうなるの？マリオみたいな。あ、倒せるじゃん。あ、これはいいわ。やられるばっかがね、人生じゃないからね。勝つのもいいよね。スター取らないの？え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。あ、楽しい、楽しい。え、なにこれ。ブロックを壊せないの。そうだそうだ、そういうのやりましょうよ。壊せますよ、村井さん。これあいつら命を狙ってきた連中だからな。ああ触っちゃった。ザコイ、ザコイって、ザコイってちょっと。っていうか、私ぶっちゃけなんかバカゲーだと思ってた、やるまでは。いや、結構なんかちゃんとしてる。あれ、足場作って、こうして、グッジョ。まあ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 、いい仕事しますから僕は。はいはい、あれ踏んだらヤバそうやな。あ、これトランポリンですね。トランポリングですね、これは。ほら、で、あいつらスピード変えてくるか。おいおいおい、今壁にもなんかおならみたいなやつ来たぞ。二段ジャンプ、違うの、なんだこれ。あ、二段ジャンプできる。そう、二段ジャンプできますね、これ。旗、旗、グッジョ。これセーブポイントじゃない、旗は。そうっすかね。トラッタッタッ、あー、ダメだ。これはダメですね。これ注意してください、村井さん。次やられるとき、皆さん攻略だったらお任せください。ちょっと待って、こいつ平和的解決だからもう、ああ、ちょっと待って、それ卑怯。ちょっと待って、ちょっと待って、うまくね俺。ちょっと待って。あれ、今よく助かったな。これ絶対死ぬところだろ、普通。そうっすね。そして先が見えねえ。おお、これ絶対死ぬとこじゃん。え、下でもある、下もありますね、なんか。これ下とか何があるんやろな。これってもう戻れ、あ、戻れます、ね、てか二段ジャンプめっちゃ飛ぶんやな。行ってみます、行こうぜ、行こうぜ。トゥルトゥトゥル、あー、なるほど、バカバカバカか。おおおおおお、そのまま沈むわけじゃないんだ。ほうほうほう。てかこのジャンプ力やべえな。なかなかですよ、これ。あ、これ無理だ。え、どういうこと？これ無限の彼方エレってことできるの？壁キックとかできそうな雰囲気もあるけどな。いや、多分そんな自由度、そこまでの自由度はないですね。ちょっとあいつ急にこうキャッカーするから。はい、ドゥルルル。え、え、え、何その、なんだ、なんだ。え、結構これ面白い。なんかすげえ、コスケが普通にクリアしそう。これ楽しいっすよ、村井さん。あの上、あの上のギザギザ何？なんか思ってるのと結構違った。僕も違ったんですよ。え、なにこれ、じゃ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 ん、よくあるやつだ、これ。マジか。じゃ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 ん。大変申し訳ないんだけどね、もっとひどいゲームだと思ってた。じゃ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 、わー、おー、ちょっと待て、びっくりするやん。逃げ切ったな俺。ちょっと待って、今日冴えてるかもしれん。今日調子割と良い日だよ、これは。いや、割といい日だよ。これ調子が良い日だよ。
他の死にゲー、何これ絶対あかんやつでしょ、なっちゃこれ残機どれぐらいで死ぬとかあんのかな、残機ゲームオーバーとか。え、ちょっと待って、てかこれ長くないですか、うん、私もそう思った、これまだステージ1だからね。あてか2段じゃ、あなんかなんでもないところこういうのが茶目っ気があって可愛いって言われるところなんでしょうね。偽版も何もないところで死んだな。ヒュー、おお、ぶんな、あ、星が取れなかっただけだ。ぶっちょぶっちょ、それ多分ダメなんだろうな。ダメ、え、取らないのかた、え、フラグありましたね。フラグあったした、まあ、多分大丈夫、まあ、大丈夫か、まあ、まずステージ1なんで、あれは倒せるんだ。おお、あ、雷が来てた。っていうか、ワンステ、ああ、ワンステージ目で敵多すぎじゃない？種類、種族。おっしゃ、やり過ごす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 。すす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 、ああ、は？ちょ、おい、ジャッケ、おい。ああちょ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 、卑怯じゃない、ちょ卑怯じゃない、危ない危ない危ない、ブーない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 、このブーないブーない、おじゃからの、あ、これで回収して、取ったやつはなくなるのね、はい、ぽいっすね、からのこれがこう来て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 、また来るだろ、こう来てこう来て、なんかオッケーな、ちょ長くね、ちょ長くね、ウームさん集中力持たないよ俺。ちょっと子供じゃないんだからさ、ウームさん長いよこれ。あー、ちょっと待って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 、ちょっと足元しっかりして、何これ、クマさん、クマさんこれ、ちょ何これ、タコ種類めちゃくちゃ、ちょっと指定に来て、ちょっと人生変わりましたねこれ。ウームさん、あ、ちょっと長い、コスケの集中力が持つのはせいぜい5分から10分ですよ。そうですよ、あー、ちょっと完全にその違うゲームの理由からそうなってる。あ、待って、え、これか、違うゲームの理由からそうなってる。そうですよ、ウームさん、ダメですよ、コスケの集中力は持ちませんよ。でも普通になんかうまいな、でも戻んないといけないでしょ。いやいやいや、いけた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 、いけました、ほらほらほら、壊せる壊せる、ほんとだ、いけたいけた、戻、え、これ 地底に戻んの、まあ、地表に。次はあんな簡単に戻れる目印すら見落としてしまうなんて、すいません、やっぱ集中力ないんで、あの、いや、不注意不注意不注意、いや、不注意、欠損してないのに欠損してる、あー、それ卑怯、それ卑怯だろ、クマさん。っていうか、こんな死に方するできる人間もなかなかいませんよ、世の中こんなにね、制作者が喜ぶような死に方本当に制作者が喜ぶような死に方、はい、死にゲーはな、そういうのあるだろうな。あ、クマさん、クマさん、いや、もう次やり過ごせますから。おお、賢い、成長した、シャー、フィニッシュ。6分18秒ですね、ごめんなさい、ちょっとカップラーメン2杯分でした。でも逆に6分でいけたんだ、でリトライ11回やで、獲得した星、いや、これ、え、勝負しましょうよ、皆さん。あ、勝負ダメでしょ、もう勝負なんないっすよ、ネタバレしちゃってるもん。じゃあ、ちょ、よしじゃない、これ、よしじゃないよ。ステージ2いけんのかな、え、多分いけんじゃないっすか、やっぱり。いや、自分の顔してくださいよ、俺の顔でやんないでくださいよなんか、見てる僕がちょっと変な気持ちになるじゃないですか。ちょちょちょ、ノノノノノ、いや、スピード勝負だから、まあ、確かに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 、でも星の数も大事ですよ、星の数もな、はい、やっぱり今ほらあれじゃないですか、人生じゃないですか、この動画史上において戦いが勃発してるから、はい、村井さんのその星のような感じ、あー、あれ、あ、倒せんじゃん、え、どういうこと、知らんかった、でもこれ圧勝だな、え、それ俺がクリアしたから、そういう、やべ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 、あいつを倒す術を覚え身につけたみたいなやつじゃないですか、コスモンキーが、ほい、え、完璧、あ、うまい、私うまい、うまいうまいうまい、え、村井さんうまくないですか、で、ここが、おお、え、村井さんうまい、うまいうまい、完璧、星回収うまい、え、あー、え、しかもいい感じに戻ってくれる、ほら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 、完璧、いや、死ぬっていう手も作戦ありますよこれ、いやいや、死ぬ、いや、死ぬっていう作戦、いや、死ぬは作戦じゃないんだけど、私ね、こういうのね、本気でやる方なんですよ、全然なんかね、
そういうの意識しないですから私は。ガチガチ。ああ、ここ。え、あ、乗っちゃった。ああ、いや全然ダメ。乗っちゃっていいのか。ただあそこの星回収ちょっと若干な、若干ちょっと悔しいよな。おお。無理無理。でこれ降ってきます。あ、無理無理無理。すぐ行かないと。はいはい。あ、取れてますか。こういうのがありますよね。ちょっと飛びすぎ注意みたいな。でもこの2段ジャンプがさ、ここまで跳躍してくれるがゆえのこのありがたさはあるな、このゲーム。いや、遊びやすいですね、おかげで。避ける、避けやすいというか。無茶な死に方をせんもんな。ほら、完璧。これ楽しい。これ楽しい。このピンクはなんなんや。利用してくれるんですね。完全にこれ無視しちゃったんですけど。あ、うまい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 。あ、オッケー、オッケー、オッケー。来た。元気いいなぁ、なんか薄汚い、なんていうか。薄汚いってなんだよ。なんていうかな。あ、あ、あのウサギというか、ウサギっていう表現を使いたくないですね、やつに。なんて言えばいいんだ。リトライがちょっと重なってきちゃったなぁ。でも言ってまだ何回だこれリトライ。いや、わかんない。ほいえ、あれなんで。これ合わせないといけない。合わせるってどういうこと。いや、もう一回もう一回。え、二段ジャンプする。おお、すげえ。そういうことか。これやべえな。そうなんです。そいつ結構いい、あの、なかなかのいいっすよ。いい攻撃するんですよ、そいつ。いいやつっすよね。はい、敵としても。やっぱり。あ、村瀬うまい。俺それちょっと反応できなかった。あ、村瀬うまい、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 うまい。からの余計の、あ、完璧。初見なのにな、知らなかった、こんな。うまい、うまい、うまい、うまい。そして、取りに行く、取りに行く。あ、俺そっちが欲しい、村瀬さんに取ってな。全然そっちの感じでね。いや、あっちにもあったやん、つって。あっちにもあるって言ったやん。いやいや、えそうか。言った言った。僕は悪いっす。コウモリ邪魔だな。コウモリ邪魔だな。ただこれあれですね、2段ジャンプしちゃう癖も直さないといけないですね。ちょ途中やっぱりそう、使うべきところと使わなくてもいいところっていうのはやっぱあるんで、2段ジャンプ。ただ2段ジャンプはね、調子に乗る。あ、倒せんだ、クマちゃんも。もう、なんだよ。あー、待って、トライなし。僕、トライ11でしたからね。ええ、そうですよ。私、このままいったら小助に勝てるな。いやいやいや、そんな甘くないですから、この死にゲーは。これ死にゲーでもないぞ。そうですね。なんて言うんですか。純粋なアクションゲームや。ただの有料のアクションゲームや。あーって星の数はもう負けてる。マジ。あ、やったな。あー、これ当たりますよ。いや、やり過ごす。あ、ほらー、休暇で時間、あれ、コスケ結構早かったな。え、6分ですよ。結構早いな、それ。え、でもあと2分あります。ただほら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 、あ、クリア、やった。あー、負けた負けた、いや負けた。タイムも星も私の勝ち、リトライ数も。皆さんこういうことです。お分かりですか。つまり何、内容知ってればやれるってこと。分かった。逆をやってやろう。逆、あ、ステージ2行ってやろう、はい、私も先行が有利は否めないよ。だから先行が有利、あ、後攻が有利は否めないよ、はい、よって3つの項目のうち、はい、1個でも私が上回ったら私が勝ちとか、そういう感じのルールじゃない。はいはいはい、そうですね。タイムだよね。はい、行きましょう。これちょっと時間もいい感じになってきたんで、パート2に分けましょう。はい、次回よろしく。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちはやりきります。
それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ、シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。何だと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス・ムライ、人工知能にはインストール完了。マミルト、マックス頑張って。歌う生徒会長のスプリング・マオ、そして野郎ども。おーに任せろ。全力で悪に立ち向かい、地球を救え。マックス・ザ・ムービー。赤いサイバーロード。